皆さんこんにちは、アキズキッチンへようこそ。このチャンネルでは毎日料理を作っている主婦の皆様に料理を上手に作るためのポイントや知識を分かりやすく説明しています。今回は茶碗蒸しを作っていきます。茶碗蒸しを作るときに重要なポイントは2つあります。1つ目は卵液は古式でこす、2つ目は卵は80度で完全に固まる。この2つの要点を踏まえた上で茶碗蒸しを作っていきます。蒸し器を使わないフライパンでの作り方を今回しているので、それらに注目しながら最後まで見てください。ここから卵液を作っていきたいと思います。茶碗蒸しを作るときに割合がありまして、卵が1、だしが3、1対3の割合で卵液を作っていきます。ちなみに卵は1個 60g なので、卵1個に対してだしは 180cc 加えて混ぜます。ここでポイント1つ目、この卵液をこし器でこしていきます。ちなみに僕の家には蒸し器が存在しないので、このフライパンを使って茶碗蒸しを蒸していきたいと思います。ここでポイント2つ目、卵は80度で完全に固まります。その完全に80度に固まるっていうのを意識しながら茶碗蒸しを蒸してあげると、すごく簡単に蒸すことができます。2つ目は直接関わりはないものの知識として入れといてください。完成しました。こちらになります。初めてフライパンを使って茶碗蒸しを作ってみたんですけども、すごく綺麗にできたなっていう風に思います。いただきます。あ、もう見てください、このトロットロしてる、このちゃんと中まで火入ってますよ。出汁の味が効いてて美味しい。鶏むね肉もちゃんと火が入っています。この卵液の割合もう一回説明しますね。卵1に対して出汁が3です。1対3の割合で卵液を作ってください。で、卵の凝固する温度は80度です。このように表面に空気が入らないようにするためにも、こしてあげて泡をなくすっていう行為もとても大事なので、ちゃんとその行為もやってください。ここで今回のポイントをもう一度おさらいしましょう。まず1つ目が卵液はこし器でこすこと、2つ目は卵は80度で固まる。この2つの要点を踏まえた上で茶碗蒸しを作ってください。蒸しすぎると気泡が入ってしまって見た目が悪くなったりとかしてしまうんですよ。だから蒸す時間っていうのは気をつけながら皆さん作ってみてください。
最後までご視聴ありがとうございました。この動画の概要欄に今回作った茶碗蒸しのレシピを載せておきます。皆さんよかったら作ってみてください。茶碗蒸しが上手に作れたよって人はコメント欄で僕に教えてください。その他に何か作ってもらいたい料理がありましたらコメント欄で教えてください。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。